はい、こんにちは。レトルトと申します。ドアーズ実況プレイ、始めていきたいと思います。ステージ41まで来ました。かなりきつくなっておりますね。そろそろ、なんだろ、これ以上進めなくなるとこがやってくるような気もしますが、親父を押すと、うんってます。これなんだこれ。3DS を、あ、3DS をさ、なんか縦にしたら、上がっていく。イエーイ。なるほど。なんだこれ、すげえ難しそう。赤と青みたいな感じになってるけど、赤色は炎、青色は水。え、違うの？え、絶対そうだと思ったんだけど。え、この水、違うの？それ以外何かできないよな。雪でしょ？火でしょ？草でしょ？月、雲、雨。天気的なことだと考えれば、あ、でも右とさ、左の丸の位置が違う、丸の方向というか、左にあるこの文字盤みたいなやつのやつは、右だからこっちを水にするのかな？で、こっちを火にすれば、あく、よし！逆転の発想。なんだこれ。ブラックライト違う。何が出てんだろうこれ。この火、あ、キープアウト。え？なんか書いてない、書いてない。十字キーでも違う。このキープアウトどうしたらいいんだろう。あ、一応この木を置いて止めたっていうことなんだな。それも分かってなかった。あ、これじゃない？ブチャリーン！イェーイ！ 44!3456789!0! で、上に、ブラックライトじゃない？浮かび上がんないな。この赤いのさ、ボタンを押せば違う。火でもない。なんだこれ。この電光掲示板に何かを浮かび上がらせることができそうなんだけど。あ、待って！なんか落ちてきた。来た！リモコーン！ポチッとな。ポチッとな。ん？なんだこれ。あ、2と、あ、文字の書き方になってるんだ。2と7だ。イエーイ！簡単だった。ほい！いいぞいいぞ。45にすればいいのかな。45に止める。あー、くそ。イエーイ！おー、大変なことになってますな。傾け、上にはない、XY。ん？あー、閉じてた。今、十字キーの下ボタンを押せば、降りていきましたね。なんだこれ。このドアのさ、なんて言うんだろう。ドアの模様のと同じように、やっていくんじゃないこれ。イエーイ！冴えてきてる今日。おうおう。あ、なんだなんだ。動かせば、なんか見る。あー、なるほど。こっちはなんもないの。ちょっとずつと思いきや、一番八左、あ、違うわ。一番左は、待って。傾けて。一番左は、一番高いんだ。で、二個目埋まってて、一個出てる。高い。一番下、高い。よーし！完璧！ 48！ 目みたいになってる。怖っ！
は？ああ、なんか動かせばさ、こう閉じていくんだけど、目を閉じて寝て、口が開く。ちょっと待って、これ待ってみよう。はい！よーし！待っておくだけだった。なんだこれ。なんか落ちてる。分動的なやつ。なんか、あ、これで、バケツに水を汲んで、あ、ダメだ。こっちか。いけない。上になんかあるわけじゃない。この水が邪魔なのか？ブラックライト。でもストッパーなくなったのにな。木の板があればこれで渡るみたいなことだろうけど。水が邪魔なのかな。ストッパーだけじゃなくて、この水をなんとかしなければいけないとかなんですかね。十字キーダメ、向きダメ、転が傾けてもダメ、ダメ。じゃあクリックしかない。なんかできんのかな、この分動で逆にさ、先にあれ以外に。いやでもこれで正解だと思ったんだけどなぁ。ガチでわかんないなぁ。ヒデ。違うのか？いや、でもここまでは合ってると思うんだよな。なんで開かないんだろう。倒れた！はぁ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 ！よし！わぁ、すごい、なんかいっぱいある。気持ち悪い。ん？丸を作るのか？ん？丸作ろうと、まぁ作れるよな。こういうこと？いや、違うのかなぁ。50のさ、なんかその下のとこに、なんか矢印があるのも気になるな。この上のやつなんだろう。丸が重なってる。難しいね。丸が重なってるっていうことは、こんなことじゃないよな。なんかいろいろできそうな分だけ難しいよね。ブラックライト。ブラックライトじゃない。ここに来て火でもないよな。困ったな。他傾けたりして何か出てきたりもしない。上にやってもダメだし、XY も十字キーも効かない。でもこれで形を作ったりなような気がするんだよね。この丸のやつの50の下についてるの何なんだろう。50だよって。3、4、5、6。6×5 で30。60個のあれがある。いや、そんな関係ないよな。これを作り出すのか。このこれこれ作るなんてことできないよな。わかる、みんな。これみんなわかるかな。なんだろう、50、50、10。
あ、待ってよ。あ、違うか。50を一応作ろうと思えば作れんのか。どう？ダメ？あ、じゃあこれいらないとか。50じゃん。記念すべき50じゃないですか。ダメかな。50の矢印が50って文字を作れよっていうことかなと思ったんだけど、そうも違う。この上の丸もね、気になるんだよな。違うよな。絶対違うと思うけど、逆に白で50を分かりにく違うよな。はい、ということでちょっとギブアップですね。皆さん何か分かるヒントとか答えが分かる方は、書き込んでくれれば読んでまた攻略したいと思います。ということでドアーズトレードレトルトステージ49まで、しかクリアできなかった、50はヒントください。攻略サイトとかもどうやらこのゲームはまだまだ出たばっかでないみたいなんで、それではよろしくお願いします。はい、ということでご視聴ありがとうございました。次回に続きます。くーレトルトさーん、みんなレトルトを助けるためにそこのボタンを押してチャンネル登録してくれー。動画の更新もすぐにわかってレトルトも大助かりだー。スマホの方は登録ボタンを押すか、説明文のチャンネル登録よろしくどうぞの右からどうぞー。それでは別の動画でお会いしましょう。